私からは、主に女子に向けてなんですが、男子と一緒の練習で大丈夫かっていう点についてお話したいと思います。で、メニューに関しては、一応男子も女子も同じメニューというのを基本でやっているんですが、細かく言うと、少林寺のメニューはほぼほぼ一緒です。同じように練習しています。男女組合とかもあったりして、少林寺に関しては全くそこは公平に、メニューをこなしております。ただ、筋トレとかランなど、体力に関わるメニューに関しては、例えば腕立てだったら、女子は、綺麗なフォームの代わりに膝をついたり、あとは回数を少なくしたりっていうのは調整していただけるので、そこは、全く心配する必要はないかなと思います。体力差とか筋力差に応じて柔軟に対応しているっていうのが特徴になってるかと思います。全然女子でも大丈夫です。以上です。北空軍もいるしね、だって。ね。私ですさん、か？北空軍っていうか、文化部だっ北空部たけではど、ないんですけど、文化部だから、あ、は生い、茶道部だったんですけど、まれは。まあ大変なことも、まあ、なくはないんですけど、でも、だからといって、その先輩方とかに、その、できないことを責められたりとかは一切ないので、その自分のペースで成長できる環境かなと思います。そっか、そっか、茶道だね。ごめん、ごめん。全然違うわ。で、茶道においては何をされたんですか？茶道においてはですか？ 普通にお稽古してました。お稽古してた。なんか少林寺に生きてることってある？はい。生きてる？少林寺ぶっちゃけですか？に。正座とかうまくない？ああ、普通に苦手です、まだ。あ、そう。だけですね。オッケー。じゃあ、まあ、茶道と少林寺の連関はないと。ないですね。はい、残念ながら。すみません。いません。ありがとう。オッケー。まあ、男女、はい、仲良くやっております。